はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。まあエアコンに限らずだと思うんだけど、まあ、テレビとかさ、パソコンとかさ、そういうのってまあ結構値段が高かったりとかするんで、10万20万円ぐらいするんで、まあいろいろと悩むよねっていう感じです。はい、あのなんて言うんだろう、上水によっても全然違うし、あとメーカーによっても全然違うだろうし、でちょっとね、大きめのさ、まあ、6畳のところを8畳にして、ちょっとリビングの方まで来させるような感じでするとかね、まあ本当は適量のっていうか、まあそういうね、6畳なら6畳、8畳なら8畳の、まあそういうところをした方がいいと思うんだけど、ね、やっぱどうせならリビングまでっていうね、考えもあるだろうし、多分ね、団地とかだと、そのリビングに、そのエアコンをつけるっていうことはあんまりできないと思うんだよね。まあ今のは、その新しい方のリビングじゃない。そういう UR とか団地はわからないけど、今住んでるとかもう本当に20年前とか30年ぐらい前に建て直したところなので、まあその時の常識っていうか、その時のね、あれだったりとかするから、わからんけど、やっぱそうなると個々の部屋のものをちょっと強くして、そのリビングの方まで涼しくっていうような感じでね、うん、っていう風になるんだよね。まあ今の本当に UR とかわからんけどリビングの方でもエアコンつけられるかどうかっていうのは分からん。うん。実際に見てないからね、そういう見取り図じゃないけど、まあ、そういうので質問もしてないからね、なんとも言えないんだけど。あと、本当に洗濯機なんかも、ね、どういうのがいいかとかさ、メーカーで買うメーカーとその何キロっていうので決めるのか、その縦型にするか、それともそのドラム式の方にするかとかさ、まあいろいろと考えちゃうところがあるけど、まあ基本的には私は縦型かなと思う。旦那さんわからんけどね、ドラム式の方がいいって思うのかもしんないけど、まあとりあえず縦型かなって。乾燥機付きはね、まあいろいろと悪い噂もあったりとかしてて、うん、まあそこまでは考えてない。うん、だからその人のそのレビューとかを見て、こっちがいいね、あっちがいいねっていう風には思うんだけど、なかなかねっていう感じ。うん、皆さんどうでしょうか。以上です。